はい、おはようございます、アキラです。というわけで新年一発目は女王レオナでしたね。見事無事今回は予想を当てることができました。ストーリーの更新の時は当てやすいよね。まあ昨年に引き続き2年連続年始一発目のスニットを当てることができたんで、まあこれは良かったなと思います。でまあ性能がね発表されたんですけれども、内容を見てるんですけど、ざっくり見た時点で結構やばいね。結構、まあ、短期でも使えるし、パーティーに一体いることでもかなり全体をパワーアップさせることのできるユニットだと思いますので、早速その性能の方をチェックしていきましょう。来たわね、始めるわよ。ではまず個性を見ていきましょう。個性1、王家の守護者。武器を1つだけ装備時、最大 MP の 3% を消費して特技調査のダメージプラス 30%、 さらに特技調査時に追加攻撃が発生。特技1はプラス2ヒット、特技2はプラス3ヒット、特技3はプラス6ヒット、調査はプラス10ヒット、それぞれ増加。この最大 MP の 3% ということなので、 MP の最大値をいくら増やしても減る量も増えてしまうんでね。なのでこの場合だと最大 MP は低くしておいて、女神のキスとかで回復しやすいようにしている方が実際はね使いやすいかなって気はしますね。でこれも例えばアリーナであったりとかギルバドだったりとかだと、この MP って最初0からスタートするんでね、まあ、この辺も含めて最大 MP はあまり上げずにねした方がいいかなって気はします。で特技超必殺技の追加攻撃についてはですね、後ほど見ていきましょう。個性2、グランダールの女王。光属性のダメージプラス 30%、 ダメージ上限プラス5000、武器を叩き装備時、さらに光属性のダメージ上限プラス25000、物理攻撃時確率で敵のディフェンスをマイナス 50% してダメージ、確率で敵のガードを解除する。戦闘開始味方全体の SCT を10秒回復。でも個性2の時点で武器1つ装備時やったら上限がプラス3万追加されています。でディフェンスマイナス 50% を確率発生も嬉しいんだけども、ガード解除って結構嬉しいよね。これも間違いなくギルバトをね多分意識してるんだと思いますけれども、これは結構有効だと思うのと、最後の1行、戦闘開始に味方全体の SCT を10秒回復。この全体の SCT 回復系って海賊マリン以来だよね。なので、まあ、ギルバトでもね海賊マリン活躍してますけれども、それと同様にですね、スタートダッシュ全体の SCT を10秒回復することでみんなで特技をぶっ破するみたいなことがねこれで可能になります。まあ、このあたりが短期一体女王レオナとしての強さだけじゃなくて、一体いることによって味方全体の開幕ラッシュぶっ破を可能とするっていうのはかなり有効だなと思います。続いて特技調査を見ていきましょう。特技1、飛炎烈弾。前方の敵にめがけて突進し、中範囲の敵に光属性の連続攻撃。特技3、鳳凰天舞。自身を中心に光属性の攻撃後、瞬時に間合いを詰めて中範囲の敵に光属性の連続攻撃。超必殺技、展開戦。敵単体に光属性の強力な連続攻撃。フィニッシュ攻撃はダメージ上限プラス20万。というわけで、それぞれ先ほど言った個性1によって最大 MP を 3% 消費することでヒット数が増えるようになっています。でこれまあどれもね結構いいなと思うんだけども、特に僕が好きなのは特技2のこの引き寄せ型ね。敵を吹き飛ばす、要はノックバックさせた後さらにもう一度引き戻すっていうことができるっていうのがかなり面白いかなと思います。吹き飛ばした相手以外も自分の周りにいる中範囲の敵なら引き寄せることができるので、こういうのも結構僕は相手の位置を動かすことができるっていうので結構有効かなと思います。で特技さんの自身を中心にの発動の後に瞬時に前を詰めてっていうのが、これちょっとモーション的に言うとね、瞬時に前を詰めた攻撃の後にですね自身を中心にっていうのがあった方が本来ヒット数的にはね上がるからね。この攻撃の初動である自分中心の攻撃ってのは相手と離れてたらこれ空振りしますからね。そういうのはちょっともったいない気はしますね。では自前スキルを見ていきます。まず既存スキルから、中高、攻撃アップ極み、投資アップ3、有志アップ4、クリティカルアップ3、急所狙い回、プラウドフォース、新機能、オートクリティカル、格闘士の心得2、栄光のポーズ、一点新人、両手爪、爪ブースト、爪ハイブースト、光ハイドライブ、光クリティカルレイズ、超必殺ブースト3、刹那の一撃、福メガブースト、防具 HP プラス2、板伝、精神集中、トリプルインパクト、グラフル流走術、不屈の闘志。まあ、元のレオナに近い部分は大きいけれども、まあ、そこからグレードアップしてるという感じですね。
でクリティカルアップさんとかオートクリティカルがありますんで、まあ、プラウドホースで、まあ、回復しながら戦うってことも可能で、格闘士の心得2とか副メガブーストがありますんでね、まあ、爪と服を装備して戦うという感じです。で中古を持ってくれてるのありがたいね。これ何気に使いどころありますからね。続いてこういうスキル見ていきましょう。クロノスの加護、常に SCT 回復速度プラス 35% のバフ効果。これね、 SCT 回復速度計が、まあ、大きいんだけれども、多分これオートヘイスト等は加算されないだろうね。おそらく同じ種類のバフ効果になると思うので、まあ、やってみないと分かんないけどね。ただアクセサリーの大天使の羽とか、まあ、今回のウルトラレアークのアーク特性だったり、 SCT 回復速度が上がるのは加算されると思います。託された思い、味方が戦闘不能時、次に発動する超必殺のダメージプラス 50%、ダメージ条件プラス3万のバフを自身に付与し、超必殺ゲージプラス 25%、効果時間制限なし、ウェーブごとに1回まで。まあ、味方が死ぬと、超必殺の威力が伸びた上、ゲージもプラス 25% 増えてくれるんで、プラス 25%、4分の1って大きいけれども、そんなに使いどころかなって感じだよね。っていうのが、ウェーブごとに1回までなんで、味方3人死んだら 75% 増えるわけじゃないんで、そこはちょっと難しいところかな。グラフ流体術の極意、武器を爪一つだけ装備時、特技と超必殺のダメージ上限プラス1万、すでにグランブレイブハイプロテクションの効果。これまあ1行目も強いけども2行目がいいよね。グランブレイブとハイプロテクションってことは、ストレングスが常にプラス 35% かつ物理ダメージを常に 35% カットかな。フォートみたいなディフェンスを上げるんじゃなくて、シンプルに食らう物理ダメージをカットしてくれるっていうのは大きいですね。聖なる陶器、自身の身常にホーリーウォール2の効果、敵からのアクティブスキルによる全属性耐性ダウンのデバフを無効化、一部の特殊なデバフを除く。これまずホーリーウォール2によって、まあ、闇属性攻撃をカットしてくれる。これが常に。でさらにアクティブスキルによる全属性ダウンデバフを無効化。これ一度だけじゃないんですよね。ずっと無効化できるんですよね。わかりやすい例で言うと、ウィークは防ぐことができます。あとはアニマも防いでくれるんだったらね、これ大きいよね。で、多分ゼクスの個性によるダウンは多分防げない。あれアクティブスキルじゃないからね。それちょっとね、この一部の特殊なデバフを除くがあるんで、どうなるかは分かりません。光ギガドライブ、光属性の物理調査のダメージプラス 30%、 光属性の物理調査のダメージ上限プラス3000、両手爪ブースト3、武器を爪一つだけ装備時、物理攻撃と調査のダメージプラス 30%、 ダメージ上限プラス9000。まあ、この辺はですね、光と爪の火力と上限のアップという風になっています。で限界突破星6習得スキルはご覧のようになっています。あともう一つ新規魔法がありましたね。時の扉、味方全体の ACT を20秒回復し、基本状態上すべて回復、ストレングス、ディフェンス、インテリス、マインドのダウンデバフをすべて解除する、ウェーブごとに1回まで、一部の特殊なデバフを除く。これねかなりいいんですよ。味方全体の ACT 回復してくれるんで、使いどころとしてはあると思うんだけど、消費 MP がどれぐらいかだよね。これがまあエリクサーみたいにね、全部消費とかってなっちゃうとかなり使いづらくはなるんだけど、そうじゃないんだったらかなり使いどころは大きいかなと思います。例えばこれがギルバトにおいて状態異常とかステータスダウンのデバフにを食らった時にオートでもねこれが発動してくれるんやったらかなりメッケモンなんで、それは結構やってみたいな。これができるんやったらねかなり大きいかなと思います。よし、バッチリだね。はい、というわけで今日は2024年一発目の新規ユニット、ジョー・レオナの性能について見てきたんですけど、何かしら参考になりましたら高評価をお願いします。で、まあ今日1月11日のねアップデーでこのユニットが来るし、さらに新ストーリーも来ます。なのでね、やること多いんだよね。なので僕は今日はとりあえずアップデーが終わったら新ストーリーに集中します。で、多分ガチャ回すとしたら明日の朝とかかね、今夜夜中とかに回してまた動画を撮ろうかなと思いますんで、よかったらそちらのも見てほしいし、ストーリーがねなぜ気になるし、まあ、そのストーリー次第ではね次のユニットがねレオニダールになると僕は予想してるんだけども、それがねまた根拠がね増えてくるかと思いますんで、皆さんもぜひ新ストーリー期待してプレイしてみましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。